撮影秘話と言ったら大げさですが、まあ一人麻雀に限りますが、まあいつもやってること、まあこの視点ですね。まあマット置いてます、牌置いてます、でティッシュ箱を置いて、その上に三脚とカメラを置いて高さを出して、できるだけこう皆さんが普通に麻雀打つ時の上からの視点、こう真横じゃなくて上からの視点と、上からの視点の方が捨て牌と手牌が両方見えると、プラスちょっと本当は真横でこう 今大丈夫か、こう真横で上から視点で真正面か、これがまあ普通麻雀打つ時の視点なんでこうしたいんですが、若干こう積もってちょっとカメラから外れるんですよね。動画上げると結構横幅広がるので全部映ってたりしますが、実際 iPhone の画面こんな感じだったりするんで、もうそこは経験で、あ、ちょっと一番左見えてないけど、まあ多分アップロードすれば広がるでしょうみたいな、一応保険かけてこう少しスペースを作るために斜めてるといった、まあまあ、別に裏話でも何でもないですが、まあこれはちょっと点数必要な場だったらウーピン切りですが、まあ無難でいいでしょう。まあペーからでいいか。まあ123123、まあ916キュッソなんじゃんと、まあ、ちゃんたのね、種は揃ってるんで、ウーピンローピン外しても手は作りにはいけますが、まあちょっとやりすぎかなと。普通に横に伸びてくれば、まあ横に伸ばすと。単葉は何が雀刀である以上、単葉はつきそうもないですね。あとは、いい数値ピン引いて、リーチと。数ピンから引けば三面ちゃんってやつですね。数値ピンのリーチ。まあ、即リーでいいでしょう。リーピン2000。あとはちょっと引くか引かないかなんで、少しこうスピード上げて引いた。チーピンはこの斜め、ピンズのザラザラとスペース、この斜め、ザラザラが斜めに入ってる、プラスザラザラってことはへこんでるんで、この斜めってる部分はへこんでるんで、ここに白い三角形の突起物があるんですよね。触った瞬間、まずピンズのザラザラ感で斜めってるっていうのはもうチーピンしかありえないので、ピンズっていうのは基本こう斜め、あ、3ピンもか、3ピンもその感ありますね。ピンズっていうのは左右対称だったりするんで、3ピンもこうちょっと大きめの三角形があります。チーピンもこっちから触ると一発ですね。こっちから触るともう触った瞬間もうここに三角形のピンズのザラザラ感プラス三角形の出っ張りあるんで、こっちから触るとちょっとこう滑らさないと、滑らせると親指の先っちょあたりで、あ、ここですね、ここ、この境目、あ、斜めだ、なのでもう、 こう一瞬で分かりやすいと。7と3リーピンツモ、まあ今私麻雀スタジオっていう名前でやっていて、なんで麻雀スタジオなのかは全く知らないんですが、なんかなんとか TV とか YouTube で名前つける、多分ヒカキン TV のイメージが多分強すぎる影響を受けてるんですが、なんちゃら TV、 なんちゃらチャンネル、
これがめちゃめちゃ多かったんですね。以前なんか名前を決めようかなと思った時に、やっぱりトップの影響、まあ、トップの真似事、まあ、これは自然なことなんで、めちゃめちゃ TV なんたらチャンネル、これがすごい多くて、あとなんとかチューブもちょっと多かったですね。最近見ないんですが、なんとかチューブ、麻雀チューブとかジャンチューブとか最初考えたんですが、なんかそれも当時多かったんで、これちょっとパッと見ちゃんとですね、もう 1,2,3 と 7,8,9 しか見えてないです。想図の保険かけながらちゃんとかなと。最初ジャンチューブなんか、なんかネーミングが良くて、あ、いいなと思ったんですが、当時チューブが結構ちらほら、結構ちらほらじゃなくて、まあちらほらいたんで、なんか嫌だなと。なのでなんか、じゃあスタジオに、スタジオっていうネーミングに直結は全くしないんですが、なんか特に何も考えてなかったと思います。ただ今考えると、このスペースですね、まあ市販のマットと、はい、このスペースをスタジオっていう、まあ、位置づけで、スタジオって聞くと皆さんモデル事務所とか撮影とか広い部屋にカメラマンがいて、一眼レフのカメラがあってみたいなイメージですが、まあ、それはあの、それでいいとして、このマット1枚と、まあ、はい、これだけで、まあ、スタジオが成り立つと。まあ、ちょっとハイパイはちゃんたかなと思って、相図の保険かけながらちゃんたなんですが、まさかの自敗が伸びてきたんで、保険に加入していてよかったなと。いや全然んじゃない。次に南平持ってきたらやっぱ天杯取りますね。南平持ってきたらどうしよう。少数紙は見ないですね。次何持ってきても、いやどうだろう、ちょっと分かんないな。まあ、こう普通に切っちゃいますね。少数紙はちょっと 見れないですね。ただ麻雀スタジオって何の意図もなく、当時は別に YouTube を続けようとか、動画1年後もやってるとか全く思わないんで、適当につけたと。まあちょっと被らないようなスタジオっていう名前使っただけで、別にスタジオがあるわけでもないし、ただ今考えるとまあ悪くないなと。この卓の上だけスタジオと。イーシャンテン。ちょっとまあトン、実際はトンポンしてトン本一なのかなとは思いますが、一応チートイもイーシャンテン。テンパンなんや、まあ、ノーテンと。ただあの麻雀スタジオ、私カタカナで、なんでカタカナなのかも知らないんですが、まあ当時その思いついた時に特に何も考えずやったのが今も続いてるという流れなんですが、漢字の麻雀にカタカナのスタジオ、麻雀スタジオっていう雀荘、なんかあるみたいなんですよね。カタカナ、漢字の麻雀、カタカナスタジオ、麻雀スタジオっていう雀荘か撮影の場所か知りませんが、なんかあるみたいで、
麻雀スタジオで検索するとそっちが出てきたりするんで、あれなんかどっちが先に使ったとか、別に私は それを見て真似したわけではないんで、後付けであれ、むしろ私からするとあれ名前パクってるわと、向こうの方が先に使ってたかもしれませんが、全く知らないで被ったんで、まあお互いにパクったろうみたいな、名前パクっただろうと。なんかもう一つあるみたいですね。まあ雀荘なのかスタジオなのか全く知らないし、まあ興味もないんで別に調べたりしませんが、ちょっと面白くない手ですね。まあ、チューンとイーソーはポンで切るとして上がればすると思います。まあ、オーラスとか先天で十分な場だったら、まあ、チューンからだったら動くかなと。チューン以外は動かないなと。お、こうなるとチートイツでいいでしょう。なんとなくですが、ツッチーの理論で、トイツ理論で、この4枚場には1枚も出てません。何を切りますか、何の牌を3枚残しますかと、何を切って3枚残しますかって言った時に、全く別にツッチーの理屈をなるほどと理解してるわけでもないんですが、なんか影響されてリャンピンは、ま、撮影中に容量いっぱいになって勝手に止まってしまいましたが、昔だったら一からやり直しと、今だと新しく撮って、まあ、編集でくっつければいいという知識がつきましたが、まあチートイで、あとは積もるか積もらないか、脳天。まあ、スマホの容量が小さいのか、動画結構撮ってると30分くらい撮ってると、1人麻雀2本分くらい撮ってると容量いっぱいで勝手に停止ボタンと、結構煩わしいです。まあ、容量大きいスマホを買えば解決なのかなと思いますが、何の話だっけ、あ、麻雀スタジオがなんか被ってるみたいな話と、ツッチーの信者じゃないんですが、筋統一理論をなんとなく信じて、チートイで残すんであればEピン統一だから数ピン残してみようかなみたいな、ちょっと影響を受けてるというか、理屈的にではなくてなんとなく気分的にです。これはまあ、ローソーのくっつきと、ローワン引きあたりを見て、まあ大した手じゃないですね、いずれにせよ。こっからゴロッチに伸びれば唯一、打点が高くなりますが、なんか、まあ一応、まだ、ちょっとなんか進んでるようで降りてる感じですね。攻めて、自分で攻めてる気はしてないです。なんか降りたいのに手は来るんで、一応前に進んでるように見えると。そんな感じ。まあまあ、一応イーシャンテンキープで。サブローピン。まあ一応両面両面イーシャンテン。まあよくぞここまでっていう感じの積もしてくれました。テント、まあそんな撮影秘話といったら大ごとですが、ちょっと裏話というか、まあ、してみました。どうもありがとうございました。1